立たないようにご協力をお願いいたします。写真撮影の際も歩道にはみ出さないようご協力をお願いいたします。また適時水分補給をしてください。水分補給をしてください。参加者それぞれで熱中症対策に心がけるようお願いをいたします。交通整理の指示に従うようにお願いいたします。これだけのもう全然カメラに収まりきらないぐらいの、その前に祝杯コールを参加者一同で祝杯コールを上げていきたいというふうに思います。ご協力をお願いいたします。大きなゲートでしょ。写真の那覇からのバスは車道にはみ出さないように、乗れなかった人が200人以上いたという情報が入ってきています。先ほどあの私の友達も何人か乗れなくて慌ててお家に帰って、そこから自分の車で来たっていう人もいました。漁港の店舗側も連絡がありました。上にもライトがつけっぱなしであります。ライトがつけっぱなしであります。ダイハツハイジェット480それでは間もなく開催いたします。2時から間もなく始まるんですが、どのぐらいの人が集まっているのか、ちょっと車道を歩かないようお願いをいたします。ってみたいと思います。車道を歩かないようご協力をいたします。ご協力をいたします。すごい、すごい人ですよ。この上にもねいるんです。これだけの人たちがね、これあのちょっとブロック塀の上にもいます。今少し日が陰ってきましたが、ちょっとねやっぱ太陽が出ると相当暑いんですね。その中にも、まあ、年齢層それぞれ向こう側、ちょっとあまり顔が映らないようにあちらが遠く側を映してみます。ちょっとあのなかなかあの、まあ、18年にもわたって地域が分断されてきたところでもありますので、まあ、こういった集会に参加しているというのを知られたくないという方もいらっしゃるので、ちょっと遠くの方をなるべく顔が映らない感じで。キャンプショーブゲート前にこけしを並んだ皆さん、ご苦労様でございます。すごいな。現地闘争団本日の日が来ると首を長くして待っておりました。このように流れに逆行しているんです。大決心をいただきましたこと、こちら大きな勇気を得ております。心から歓迎と感謝を申し上げます。それでは大会開催開幕時間も迫っております。沖縄をなめんなよという感じで、キャンプショーアップに向かってまず第一声を、抗議のスプレーコールを行って集会に入りたいと思います。どうぞゲートに向かってください。キャンプショーアップのゲートに向かってください。キャンプショーアップのゲートの前に向かってみんなで抗議の声を上げるところです。何としても危険者と止める、ダークの国を目指せて不毛な抗議をすることを絶対にさない、県民の決意を続けてまいりたいと思います。ご注目ください。新基地建設反対。新基地建設反対。新基地建設反対。埋め立て反対。埋め立て絶対許さんぞ。埋め立て絶対許さんぞ。埋め立て絶対許さんぞ。
ラブ側に向かってのスプレスコールが終わりました。いやー、限り中の上から下の下までほとんど視界が届かないほどに大決心をいただきました。県民の皆さん、ご苦労さんでございます。まだまだどこどこ駆けつけるようになります。今日はこのような大きな大会で視界の大役を大手つかれました。現地の闘争団を代表して沖縄平和運動センター議長であります山城から皆様に関係のご挨拶を申し上げたいと思います。大決心をいただきましたこと、心から感謝を申し上げ敬意を表したいと思います。今日新聞にありますように会場では凄まじい暴力が繰り広げられて、安倍内閣の恐ろしい沖縄に対する暴力、何が何でも新基地を作れ、あらゆる方法を使って作れ、こういう恫喝がばかりとおり、海上保安庁や防衛局が一段を選ばない暴挙に出ております。許すわけにはいきません。どうだ、何の根拠もないのに、どうだ、会場の立ち入りを制限をし、新聞にあるように実力で怪我を負わせてでも排除をするという行為は、まさに今憲法を自ら変え戦争の道にまっしぐらと進しようとする安倍内閣の姿のまさに沖縄版であり、二重打ちのようにこの現地沖縄に襲いかかっております。しかし皆さん、許してはなりません。真実現実を許さず沖縄が再び戦場になることを止めるのはまさに今であります。どうぞ今日の大会を契機にさらにさらに大きな戦いとなって県民が大決心することをみんなの力で作っていこうではありませんか。頑張りましょう。ご苦労様です。それでは短い時間でありますので、早速本日の集会に入って各呼びかけ人、呼びかけ団体からの激励とご挨拶を賜りたいと思います。まず国会議員団からのご挨拶をお願いいたします。衆議院議員、セリア監督衆議院議員に開口一番のご挨拶を賜りたいと思います。お願いいたします。お集まりの県民の皆さん、暑い中ご苦労さんでございます。皆さん、お隣に立っていらっしゃる県民一人一人の顔をご覧になってください。お互いに確かめ合ってください。今日私たちはキャンプシュワブ前のゲートに結集をして、立場を超えて世代を超えて、うちらんちの魂と良識が結集をいたしました。皆さん、この力でもって私たちはしなやかに、そしてしたたかに自分の住む津波に辺野古を埋め立てて、自衛隊のための新基地建設を進めようとする日米両政府に対して、ちょっと対岸に渡るのが2カ所しか設けられていないので少し遠回りをしています。辺野古の皆さんじゃなかった、栄の皆さんもおいでです。入ろうではありませんか。
けど。ちょうどここがこの殺人鉄板の前で、子供のためにもこれですね、これのちょうど斜め前ぐらいに、未来の子供たちに声を上げていくんだとおっしゃいました。その通りね、辺野古の海は命の母なる海であります。私たちは沖縄の未来に戦争をするための軍事基地はいりません。辺野古の新基地建設は沖縄の基地負担の軽減にも抑止力にもなりません。お集まりの県民の皆さん、みんなで力を合わせて創造的な戦いを作り出せば、必ず辺野古新基地建設を止めることができるんです。その証拠に今日皆さんがゲート前に結集したおかげで、すでに工事車両、米軍車両の一切の出入りを止めているではありませんか。自信を持って諦める。